ナンシュロールナンは、フランス、グランテスト地域圏、ムーズ圏のコミューン。ナンシュロールナンは、ロレーヌの西、ムーズ圏の南に位置している。村は、オルナン川の右岸に建てられている。バルイコールルイコールデュックの北西1 2トル最も近い大都市であるナンシーの東7 1トルに位置している。コミューンは、 パリからストラスブールに通じる国道4号線から3トル離れている。リニー・アンバロワからバルイコール・ルイコール・デュックまで通じる国道135号線とは1トル離れている。コミューンにはナントロ駅がある。ナンシービル駅とバルイコール・ルイコール・デュック駅とをつなぐテル・ロレーヌの路線が停車する。 ネイシトム・インパゴ・アーダー・ニーシー・ナンシー・ウーリス、カーティス・ナンズ・エクサム・ナンシー・カム・ナンスイス、シュール・オーン・ナンセット・ム・スープラ、オーノン、ナンシーム・ナンクイプティ・ナンスイプティ・ナンスイプティ、ナンシー・プティ、ナンスイス、ナンシトム・パーベム、ナンシャカム、ナンシース、ナン・コイスル・プティ、ナンスイス・シュール・オーノン。ナチス・ドイツによる、フランス占領時代、シャルルル・ゴンベールは、駅の助役を務めていた。 1944年3月24日、自転車で帰宅途中のゴンベールは、ドランシー収容所からやってきた列車が、絶滅収容所へ向かうのを見た。8人の追放者たちが飛び降りた。6人が殺害されるか、連れて行かれた。アンリサンド・ドロビッツとセルジュ・グリブの2人は逃亡した。ゴンベールは彼らを自宅に連れて帰り、2週間の間、かくまった。 彼は二人のために造文書を手に入れられなかった。鉄道システムを熟知していたゴンベールは二人をバルイコールルイコールデュックまで送り、休暇から戻ってきたドイツ人たちの列車に彼らを乗せ彼らを救った。彼らは身の安全を得た。1977年9月30日、シャルル・ゴンベールは諸国民の中の正義の人としてヤドバシエムから検証された。参照元。 1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は当該コミューンの人口統計による者。1999年までイヘス・カシニー2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。